両厚彦は、新末民初の政治家。北京政府の要人で、交通系の一員とみなされる。後に、長訓副壁にも参加した。字は、鈴名生、香港中央書院を卒業。1872年に、初のアメリカ公費留学生となる。1878年、イエール大学に入学した。1881年、米中間に、 中国人労働者使用問題が発生したため、これに行き通った新朝の命令により、両厚彦は帰国した。当初は復讐先生学堂に派遣されたが、間もなく、天津北洋伝報学堂の英文教習に転じた。1884年、朝のホラの招兵に応じ、両校、古校た書の文案、地州復興歩道を務めた。1904年4月、 中米県中日、非、古今差大臣に任命された。しかし、諸外務部次郎として止まり、認知には赴かなかった。9月、外務部未次郎に任ぜられる。また同年中に、イエール大学から学士くらいと卒業認定を授与された。1909年1月、諸外務部会弁大人権証書に昇格し、翌月には、正式に同職に任ぜられた。翌年3月、 海弁税務大臣を兼任し、7月には、筆特院顧問大臣も兼ねた。しかし、間もなく、病気のため一時辞職している。1911年5月、外務部大臣となる。7月には再び、筆特院顧問大臣を兼ねた。10月、遠征外内閣の外務部大臣に任命され、ドイツアメリカの両国に派遣されている。なお、この際に、イエール大学から、 名誉博士号を授与された。中華民国成立後の1913年、北京政府総統府から政治会議議員に任じられた。翌年5月、女性省内閣で交通総長に起用され、交通系の要人とみなされる。1916年4月、断基図内閣の途中で交通総長を辞任した。1917年7月、長君副壁に際して、両厚彦は、 内閣議政大臣権外交部少書に任命された。しかし、副壁は短期間で失敗に終わる。ハリもその主犯の一人として指名手配されてしまい、天津に逃げ込んだ。翌年、指名手配を解除されたものの、政界には復帰せず、天津に偶居を続けている。1924年5月10日、天津にて死去。去年68、 新潮派遣アメリカ留学生集合写真。左から2番目が両厚彦。ありがとうございます。